4月8日、ようやっと畑に入れました。まだまだ雪があるんだけれども、とりあえず今年ね、どういうふうに畑やっていこうかっていう話を、まあ、したいなと思います。ここね、借りてる場所なんだけれども、この場所、まず特徴として言うとさ、まあ、傾斜があるのはわかるよね。こうやってほら、ね。結構な、まあ、なだらかっちゃなだらかだけども、前まで借りてた畑と比べると、なだらかなんだけれども、まあ、傾斜がある畑だと。で、まあ、予測してた通り、上の方よりも下の方が湿り気が多い。まあ、要するに傾斜だから、雨が降った時も上から水が下に流れていって、まあ、下の方に溜まるっていうか、流れ着く。だから上の方から乾いていくだろうなっていう予測はしていたんだけれども、ここの畑ね、去年からやってるから、去年やってやっと分かったっていう感じではあるんだけれども、この下の土、硬いです。すごく硬い。なんて言うんだろう。硬くて、水が本当に抜けていかない。乾かない。本当に湿り気がすごくて、困ったもんだっていうレベルの場所。上の方はすごくいいものが取れたんだけども、下半分からは、まあ、真ん中あたりは若干芋がちっちゃかったなって、縦にジャガイモやってみたんだけども、ちっちゃかったなって、下の方はほぼ皆無作っていうレベルで取れなかった。同じ場所なんだけれどもさ、上はよく育って下がもう湿り気がすごくて、掘るのも大変で、土を滅ぼるって標準語かどうかわかんないけども、芋についた土を取るのも大変で、すごく困った。生育も悪かった。他のものもね、まあ、物持っても豆とかは逆に上は乾きすぎてダメで下の方が良かったっていうさ。だから下が全般的に水が残りやすい。上が乾きやすい。っていうことは、上に乾きやすい作物を植えて、下の方に水を好むやつを植えればいいと。まあ、それ1年目だから、実際のところね、土の表面だけ見てもわからなくて、やってみて、1年間ここにいて、ああ、こういう土なんだな、土質が畑なんだなっていうことが分かったんで、そういう対策がやるんだったら、まあ、上に、俺がやる作物であれば、上に、じゃがいもとかを、去年は縦に、傾斜に沿ってやったけれども、まあ、こういう土なんだったら、土地なんだったら、じゃがいもを向こうの方向に、こうやって植えていく。上の方に、じゃがいもを植えていく。で、次、何にしようかな。ここに植えるってもそんな、まあ、次、かぼちゃとか、かな。じゃがいも、かぼちゃ、豆類だから、じゃがいもを植え、真ん中をかぼちゃ、下を豆っていう感じになるかな。まあ、でも、かぼちゃ違う畑に行く予定だから、違うものを植えるだろうな。豆は、水好むし、開花の時期に水がないと、実が入らない。肥大しないのか、受粉しないのか、その辺はわからないけど、実が入らないんで、去年はもう2ヶ月間、猛暑日が連続して、2ヶ月間ずっと猛暑で、雨も降らないっていう状況で、青森市内の畑は、だいたい豆類、枝豆とかも全然実が入らないっていう状況だったんで、で、ここは水はけが、悪い水持ちが逆にいいってことは、ここに豆を植えようかなって、下の方は豆、上からじゃがいも、間は、まあ何か別の適宜何か探して植えるっていう形かな、と思ってはいます。で、なんだけれども、この下ね、すごく土がさ、硬くて、まあ水はけが悪くてっていうさ、作業がしづらかった。まあ今こうやって落ち葉が入ってるから、この落ち葉そのまますき込んで、土作りに使うんだけれどもね。落ち葉がさ、いっぱいあるじゃん。ほら、もうこういうのも入れてしまって、まあ、余裕があればそこの落ち葉とかもいただいてね、入れて、下側を土作りしていく予定ではあります。で、去年、ひどかったから、皆無作レベルでひどかったから、その収穫が見込めないところは草生やして、まあ、緑肥代わりにしたっていうのもあるし、だけども、それ以外にも、この列、まあ、立っているこの列ね、畑の下側端っこ、ね、上から水が流れてきました。で、この場所に水が溜まりますってことは水が抜けない場所なのよ。だから、まあ、高板層、耕す板の層、まあ、硬い板の層でもいいんだけれども、その層ができてしまってるはずなのね、この下はね。まあでも言うほど悪くはないっちゃ悪くないっていうね。だから雨が降った時に本当に悲惨な目に遭うんで、だからここに、緑肥を植えます。緑肥。まあ、前の動画でも話してるけれども、現場に立って話した方が分かりやすいんで、まあ、改めてね、ここに、
昔、使ったアルファルファ紫馬小屋市っていう緑肥の種があるんで、自分で種取りしたのがあって、何年だ、 5,6 年前かな、もう7年まではいかないけども6年ぐらい前かな、5年かな、うん、前に取った種が生きてたんで、水につけておいたら発芽したんで、それをここの列に、まあある程度の幅はやるよ、結構ね、この辺ぐらいまでやるかな、うん、まあ3メーター4メーター5メーターぐらいの幅でアルファルファを植えちゃいます。でそれ根がね、まあもう市場によって違うんだけれども、長いのだと10メーター20メーターとかって、まあそんなに根っこ伸びないとは思うけれども、短いやつの分検でも根っこが2メーター伸びると、2メーターも根っこが伸びれば、その交番層とかもどんどん穴を開けてくれるんで、トラクターで耕せるよりも深いところまで根で耕してくれる、そういう緑肥なんで、それを植えたいと思います。水はけがあまりにも悪すぎる。多分なんだけど、ここさ、傾斜がね、おそらくなんだけれども、俺の高さまでここ土あったと思うんだ。多分ね。いや、俺の高さって俺の胸ぐらいから、かもしれないけれども、ある程度あったと思うのよ。この場所を見ていくと、全体的に見ていけばね。うん。で、それを切り戻したか、うん。で、盛り土っていうか、脚土をしなかったか、ね。起動するとき当然ね、重機で走るわけじゃん。で、重機で走れば、やっぱり固まるわけじゃん。で、ここが土地の境界っていうか、ね、こっから先は別の土地になってるから、うん。だからやっぱりここをしっかり固めたんじゃないかなと。この下側をね、何回も重機で走って仕上げでやっぱりいろいろやるじゃん。名前はわかんないけどね、俺専門家じゃないから。だけどもそうやって、そういうことを繰り返したことによって、逆に土が硬くなってしまって、こういうことが起きたのかなと思います。まあそういうの畑もやってきたのね。で、その時に良かったのが、そのアルファルファを植えて2年間放置したのかな。それ、宿根草って多年草の緑肥になるんで、まあ雪印とかでも売ってるんで、使いたい人は使ってほしいんだけども、多年草だから置いとけば置いとくほど根は伸びていくし、地上部の草も増えるし、有機物補給もすごいし、で、豆からから土も肥やすしで、すごく水はけ良くなって、田んぼぐらいのぐちゃぐちゃしたところが、まあ、ちょっと粘り気ある畑ぐらいにはなったのね。で、物植えても育つようになったのさ、っていう経験があるんで、そのアルファルファをここに5メートル幅ぐらいで植えようかなと思っています。うん。そういう感じでやっていこうかなと思っています。それが今年の土作りです。もう雪あるね。うん。歩いてる感じはね、やっぱり、うん、そこまで土悪くないと思うんだよ。悪くないっていうか、まあ去年俺がここに入って、土をね、肥やし続けてきたんで、草をある程度逆に生やして、これダメだと思ったところは逆に生やしておいて、緑肥側に雑草をやったんで、悪くはなくな、良くなってきてはいる。大体にあと2年ぐらいやれば、合計3年やれば俺はもう別に大丈夫だとは思うんで、どんどんやっていこうかなと思います。とりあえずここ下側アルファルファっていう、紫馬小屋市っていうのを5メートル幅でやって、水の抜けをここだけ良くすると、上の方はすごく水の抜けがいいから水気をがなくてもまあまあ取れる、まあジャガイモとかを植えたいと思います。すごくいいの取れたの、去年の猛暑でもね、上の方はね、下の方ダメだったけど、真ん中あたりはまた別の考えて、下側は、そのアルファルファの上側、こっからこっち側ねはまたね、豆類、大豆とか小豆とか植えてやっていこうかなと思います。まあそういう感じで、まあ現場に立ってこういう感じでやっていくよっていう動画でした。まあそういう感じだから、水はけが悪い畑があった場合、まあ傾斜があるんだったら水の流れを見て、ね、ここの畑だったら上から流れてきましたと、でここで抜けないから溜まるんだであれば、そういう場所にそういう根を生やす紫馬小屋市アルファルファを植えてみるのを俺おすすめします。豆科だから土も肥やすし、すごくおすすめ。多年草だから、まあ、2年ぐらい放置してもいいし、花も綺麗で可愛いからお花を栽培する感じでやってもいいし、でもし土が肥えててで栽培もしたいっていうんであれば、トウモロコシとかあれも根っこですごく結構強く直根でゴンっていくから水はけ良くするに、お飛行機来たな、ちょっとうるさいけどもね、うん、トウモロコシも交番層砕くのに結構使えたりするんで、おすすめ、栽培しながら
水はけを良くするっていうのにはトウモロコシとかもおすすめだし、例えばソルゴとか入れてもいいし、まあそういう感じ、トウモロコシなんかおすすめよ。うん、まあそういう感じ。俺はアルファルファをやって、マメ科の窒素固定効果も得ながら、有機物も補給しながら、交番層を砕くっていうやり方でやろうと思います。こうやって、足で歩いてる感じいくと去年より柔らかいかもしれないな。うん、俺がやるとね、農薬とか化学を使わないから微生物も、微生物、虫、みんな生きてくれるから、そいつらが這いずり回ってというか穴を掘りまくったりとか生きてくれることによって土がだんだん良くなっていくから、良くなってきてはいるなっていう感じだね。まあ、とりあえず今年はアルファルファ使って土壌を改良しながら、だいたいここの畑の土の状態分かったからやっていこうと思います。そういう話でした。まあ、また始まるなっていう感じです。大変だ。あまり暑くならないことを願いながら今日は動画終わりにしようと思います。